焼きチャンネルです。今日はですね、祝いで勝手にスーパーモトというね、企画を勝手に立ち上げまして、それに向かってるんですけど、昨日雨だったじゃないですか。雨だったんですよ。で、祝いって雨の翌日ってやっぱ、結構ね走りづらいと思うんですよね。で、特に今回モトクロスじゃなくてモタードなんで、本当はねドライでやりたかったんですけど、で、最初今日の日程にしてたんですけど、天気悪いからって言ってずらそうと思ったんですよね。そしたらみんなちょっと都合が合わなくて、で、三笘さんもですね、遠方から雨でも来るって言ってくれてたんで、どうしようってちょっと悩みまして、結構することにしました。今のところ来るって言ってる人が数名 で来るとも来ないとも言ってない人が大半なんですけど、来るのか来ないのか、ちょっとねドキドキしてるコースに向かってます。今日のルールはですね、台数集まるか分かんないですけど、1対1のトーナメント式です。で、昼午前中はちょっとね各自練習走行してコースに慣れてもらって、で昼休みにですねくじ引きで、対戦相手を決めて、で、それをね午後から、1対1のタイマンレースをですね、何回もやっていくと。で優勝者にはですね、今回146ナッツペイントファクトリーさんからですね、ヘルメット無料ペイントっていうね、で2位が半額だったかな。で他にもですね、T シャツとかいろいろ協賛していただきまして、5人ぐらいだったらどうするんだろうってちょっと内緒思ってるんですけど、うまくいけばね10何人か集まるはずです。で、あとラッキートゥエルブさんからですね、タオルのご協賛いただきました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。そして、キングカズさんがですね、これ持ってくって大量な魚の写真を送ってくれたんですけど、アユ、イワナ、ヤマメ、なんかそんな川魚みたいな20〜30匹の写真が来たんで、その魚がどんな感じで今日ね出てくるのかちょっと楽しみにしてます。現地で焼けたりするのかな。でもこんなご時世なんであんまりマスク外してワイワイキャッキャしないようにね。僕も一応ワクチンは打ち終わりましたけど、怪我してもね今病院に行くのも大変なんで、その辺十分気をつけて、やっていきたいと思っております。じゃあそんなわけでちょっとねコースについて誰もいなかったらどうしようってちょっとドキドキしてますけど、行ってみたいと思います。すげえいい景色。洗車場もある。どうだろう。うわ、滑るやつだ。今そこの砂利通ったでしょ。裏。
太陽ですね。ナキ君これ4号？これ4号っす。本番車？本番車っすよ。ちょっと待って、これなんかさ、250って書いてある。俺、カウルね、共通なんですよ。で、あ、付け替えてきたんだ。はい、乗ったないんで、本番車のカウルですね。多分、ヤマハの乗ってる人はこれ見たらわかんだろうな。そうなんだ、4号なんだ。はいはい。うん、まあ、俺も4号だけど。お互い様でしょ。これ、新しいさ、モタード用のディスクブレーキ変えたんだ。おお。じゃあそれでエスキラもお願いしますね。うん、あれいいんだよ、スピード落としすぎなくて。なるほど。でも、まあ、俺もそうなんですけどね。俺も本当だ、スピード落としすぎないようにちょっと。あ、本当だ、モトクロスのブレーキついてる。あ、ヤマハってこんななんだ。ヤマハこんなっすよ。すごいね、これ。いいでしょ。うん、これでエスキラ出るんでしょ。まあそうそうだよね、そうなっちゃう。コースによって変えてるんで、俺。あ、セッティング、おうおう、セッティングパスなんで、これ。あ、そうなんだ、はい。ちょっと違うんですよ。うん、うん、川島くんのも撮っとこう。リング早かった。クロスホイール持ってきたのにカラー持ってくんの忘れて、モタードで走る羽目になった川島くんの車両です。多分誰と来てんすかね。あれ三笘さんですか。わかんないけど。てかあっちじゃないよね多分。あれ道迷ってるっぽい動きしてますね。僕らもまあここ行ったっすからね。そうそうそう。オッケー。うわー、怖い。うわー。うわー、すげー、転ばない。進むよ。2周で2回転びました。でも、ね、これ今すぐ始めてほしいね。あ、スポンサーがわがまま言い出した。今日午前中 FP1 なんで。できれば。第1回勝手にスーパーモトのライダーブリーフィングがあります。一応今日トーナメントで優勝を決めていくっていう感じなんですけど、1枠が2台で1台が3ラップ見て見てくださ い, ちっい左に入ってこうくねくねするコースがあって、そのコースを3周のうち1回はどっかで消化してください。必ず1周目か2周目か3周目かで、まあ、接戦になると多分抜けなくなるんで、前に詰まってたら早めに入っちゃうとか、確かその辺でちょっと順位が変わると思ってます。でこれ見えない。ケチ1枚目見えたって関係ねえよ。あんまり関係ないけど。4番、はい、はい、5番目、はい、5、はい、はい、7番、はい、はい、キングってこと。キングだね。キング、キング。はい、シードです。このようにシード、シード、シード、はい、このようになってます。吉田君、吉田選手、なんかこれからレースなのにみんな練習、みんな練習して俺だけしてないでしょ。ピカピカですけど。大丈夫ですか。うん、もうホームコースということで、まあそれハンデかな。練習ないの。練習なし、いきなりぶつけ、しかも溝も全くなし、男ですな。まさかね、本当にやるとは思ってなかったですよ、からね。フリープラクティスです。盛り上がってます。
ファンも来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。1回目森選手対川島選手ということで、ちょっとお伺いします。川島さん、ジョーカーレーンは何周目ですか？1周目ですね。1周目、はい、はい、ジョーカーレーンは何周目に入りますか？3周目です。3周目、1周目と3周目、はい、どちらが貴重出ましたか？ゴー。さあさあ川島どう出るか。おおおおおすごい川島選手、圧倒的大勢も川島勝利です。ゴー。ジョーカーレーンを消化。いやこれは三笘さんきついか。これは今消化した。ジョーカーレーン消化した。いやあと一周ではちょっと三笘さんこの差は厳しいか。消化、無事消化。吉田選手も行かない。吉田選手も
消化していきます。さあここでイコロコンディション第2位の沼来ました。ふぅー吉田選手だね
見とってんぞ。あー、いいぞいいぞ、面白い面白い面白いぞ。いや、三笘早い。途中で怪我は怪我気持ちいいっす。ショートカットして帰ろうと思ったらまさかの課題なるご迷惑をお願いします。MRD1 度また所長に何迷惑をかけたな。たまに溺れる人いますからね。そうだよね。いいね、これ対談になった方がいいよね。なんか今日の一番なんかこう面白かった瞬間、体張ったしょ、うん、でしょうみたいな。あ、ユンボがガリってやるやつ。怪我はしてないの？途中でちょっと腕つっちゃって、そこはちょっと痛いぐらい。夜遊びしすぎでしょ。つるっつこだ、そういうことですかね。まあそうだね。ここ足つってますから。夜遊びしすぎでしょ。手満筋は結構鍛えてるんですけど。ピーでランガン。今これ使えねえだろお前。ついちゃったら。洗車っすね。向こうの方が楽ですね。引っ掛けて曲げれば。はい、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 OK です。はい、無理じゃない、無理、そっちじゃない、そっちじゃない。
変わるんで、どうなっかな、これ。はい、じゃあ決勝、カッティングカップ決勝戦ということで、じゃあキングカズ、意気込みを。よし、勝ってペイント、あ、ネットのペイントを取りたいと思います。はい、頑張ってください。じゃあ社長君、一言。勝ちたいです。勝ちたいです。相手4号なんですけど、うん、絶対勝ちたいです。勝ちたいね、はい、そうだね。じゃあ若さ見せて頑張ってください、はい、じゃあいい、お互いいいですよ。じゃあスタートエンジンお願いします。どう出るか、2周目突入。Bye.
ぞ。よかったです。おめでとうございます。ヘルメットペイントゲットです。そうです。おめでとうございます。休んでください。おめでとうございます。以上、カッティングアップでした。盛り上がりました。楽しかったです。